どうも一応です。はい、今回はですね、はい、バクフェス弾いていこうと思います。はい、1段から4段まで出揃うまでねちょっと待ってました。はい、で今回はですね、特に弾きたいところがないというところでですね、まあ6キャラがいないんじゃないかな。あの第5弾の、再販ですよね。再販のところにはロックがいたりとかしてるんですけど、あとは6メンバーって多分入ってないと思うんで、特に弾きたいところがないんですよね。はい、まあとはいえね、お祭りはやっぱちょっとね、楽しんでいきたいところでありますんで、はい、まあ弾いていこうかなと思います。シリハピ全部弾いてそれで終わろうかなとかもちょっと考えたんですけど、まあね、ちょっと弾いていこうかなと思いますね。新機軸のあの装備もね実装されたということでね、引いていきます。で狙うところはですね、とにかくウィークポイントを強化していきたいということで、第1弾のティファ、はい、ここを狙っていきたいっすね。地属性物理、地物理と、あとはまあ3弾かな。3弾はまあね、毎回外れないというか、ここ引いときゃまず間違いないっていう感じだと思うんですけど、まあライトニングアーシェは、デュアル覚醒持ってますし、まあ究極神器ねくればいいなって思ってます。まあ玉ねぎもあればなおよしですね。はい、ルーネスに関してはまあ特にはない、いらないかなと思ってるんですけど、まあどうせ来るんだったらじゃあセットで欲しいかなっていうところ。はい、ああそうそうそう、ごめんなさい、一回戻りますけど、アーシェのこの覚醒、これも欲しいんですよね。まあ弾ければいいなっていう感じで、あとはこっちスコール、はい、スコール欲しいです。炎ですけど、あのミッションでクリスタルダンジョンの何だったっけ、来てますよね。はい、なのでまあなんだろうね、アルティミシアか、あれ倒したいんで、スコールをちょっと強化したいっていうのがあります。まあ、炎ですけど、はい、デュアルと究極神器が来ればかなり優位に戦えるようになるんじゃないかなって見てます。はい、ちょっとどうなるか分かりませんけども、はい、そんな感じですかね。はい、ということで、狙いはティファ、そしてライトニング、アーシェ、スコール、この辺りを狙っていきたいと思います。で、ミスリル今425個、期間中までには450貯まるとは思うんですが、どう割り振っていこうかなっていう感じなんですよね。悩みます。まず第1弾サクッと一発引いてみましょうか。はいはい、いきましょう。はい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 、もうこういうのってね、もうサクッとこう引いた方が意外と出たりするかもしれないよね。さあどうでしょう。あー、いったー。お、2個来ましたよ。複数個だったらねありがたいよね。じゃあスキップいきます。はい、止まりました。はい、ザワールドですね。2つ来ましたよ。おい、これセシル、セシルじゃねえや、誰だっけ。おー、だこれは来たね。一発つもだ。セシルじゃなくてフリオかな。あ、じゃあセシルかな、今の剣のやつは。オッケー、来たね。いいですね。ライトブリンガー、あ、セシルか。セシル全然持ってないんすよ。覚醒もシンクロも、はい、全然持ってないんで、どう使っていいかちょっと分かりませんけどもね。シリーズのレギュラーでもないんで、もしかしたらこれ埋もれちゃう可能性もあるんですけど、まあまあそれでもねありがたいですね。いつかあの使える時が来るかもしれない。そしてティファ来た。一発つもですね。いいですね。はい、ありがたいです。これいまいちどう使っていいかわからないんですけど、究極神器、はい、わからないんですが、まあ使いながらね慣れていきましょう。はい、ティファはシンクロ覚醒、シンクロはあの古い方のシンクロかな、持ってますんで、まあ D 格持ってないけどね、これでなんとかちょっとは地物理が強くなったかなというところで、ここは OK。 まさか一発で積もれるとは思わなかった。こうなるとじゃあどこ行きましょうかって話なんだけど、
3段はね、狙いが2人なんですよね。ライトニングアーシェなんですけど、まあどっちかって言ったらアーシェが欲しいかなっていうところっすね。アーシェが欲しい。これルーネスも剣だし、アーシェも剣だし、ライトニングも剣だもんね。まあライトニングはわかるけど、ちょっとこれ見た目覚えとかないとまずいですね。青い剣がルーネスか。はい、まあその他にもまあデュアル覚醒来てもいいし、はい、欲しいですよねこの辺ね。あれちょっと待って、第1弾ってさ、ごめんなさい、ちょっと何回も行ったり来たりで申し訳ないです。第1弾ってこれデュアル枠ってどうなってんの？セシル、あー、ティファいるんだ。欲しいっちゃ欲しいんだよな。欲しいっちゃ欲しいんですけど、いやでも無理して突っ込まなくても、まだ突っ込まなくてもって感じ。3段行こうか、3段行くか、うーん悩むな。まあ一発行こうか、一発行こう。はい、行きます。もうサクッとね、サクッと、まあ、サクッと行ってないけども、行ってないけどもね。さあどうでしょう。ああいいですね、複数個、複数個ですがスキップいきます。はい、よし、1個でもいいんですよ。槍が来ましたね。おい、あーあれか、玉ねぎさんですねこれは。まあまあまあいいんじゃないでしょうか、玉ねぎくんね。ルーネスの戦技、ルーネスはフルバフ覚醒持ってたかな、確かどうだったかなって感じなんですけど、はい、まあとりあえずはあれだよね、この究極を1個引けたから、まあこれはこれでいいんですけど、はい、どうしようかな。一回こっち引こうか、こっち。もしかしたらここも一発でスコールが引ける可能性もあるんで、まああっち行ったりこっち行ったりみたいな感じになるけどね。いいです、なんかあの複数個出てきてくれてるからありがたいですよね。はい、おお、止まらない、止まらないんだったら、止まらないんだったら、ああ犬だこれ、かぶり、そうここね犬がかぶってるんすよ。いやーここは厳しいね、レッドサティオくん。止まらなかったか。クルルのシンクロ、クルルもあんま使ったことないんですよね。まあ炎魔法ってすごくあの激戦だと思うんで、あでもこれ炎と血いけるのか。ほうほうほう、なるほど、両方いけるやつね。ちょっとここな、レッドサティオくんがいるんですよね。いやデュアルね、これ前のフェスで引いたんだよな。いやどうしよう、あっち行ったりこっち行ったりだよね。もう一回3段行こうか。はい、ちょっとあの交互に行ってみようか、これずっと3段に全部つぎ込んでしまいそうに、ね、なっちゃうから、ちょっとあの気持ちを切り替える意味でもあっち行ったりこっち行ったりで、ちょっとこれこうね、あー1個だけども、いやーなんか引けなくなったね。出だしはちょっと快調だったんだけどね。おこれアーシェじゃない、アーシェの新しい覚醒じゃないですかこれ。オッケー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 、これはオッケーオッケーオッケー。はい、アーシェがね確か召喚使えるから、まああのークリスタルダンジョンの召喚ダンジョンでもしかしたらアーシェもいけるかもしれない。シンクロ覚醒 D 格持ってますんで、これで覚醒2個目だから、まあ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 希望はちょっと見えてきたかなって感じで、まあできれば究極欲しいよね。まあ一発目がねサクッと引けたから、あのね、なんかなんていうのかな、こう気持ちが楽になった部分もあるんですけど、でも実際はそう簡単には引かせてくれないということですよね。ちょっともう一回行こうか。スコール、まあスコール欲しいんだよな。ちょっとここもう一回行こう。はい、次ルーネス来ちゃったらもう諦め
ってもいいのかなとも思ってますけどね。アーシェの究極来てくれないかな。さあどうだ。はい、ザ・ワールドが発動。1個、1個でもいいんですけど、はい、1個でもいいんですが、はい、 D ですね。おー来た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 。オッケー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 。ライトニングの D がかぶって、そしてアーシェの究極来た。いいですね。オッケーオッケーオッケー。アーシェまた強くなったなこれ。あーでも専用アビ、そっか、専用アビ黒魔法だもんね。ちょっとうん、まあ召喚としては使えないかもしれないけど、まあそれでも幻突1アップとして使ってもいいのかなとかね思いますよね。あとはまとい台とかね、うん、もう兼ねて使ってもいいのかなとも思います。まあ実戦のところ使ってみないとわからないんですけど、まあいいでしょう。はい、よし、あとはじゃあスコール行こう。スコール引こう。はい、あとの175個しかないけどスコール行きます。引きたい。せめてスコールの D が欲しいかな。炎 D、 うーん、どうですかね。あ、1個でもいいですこれ。はい、これがスコールだったら。犬はやめてくれ。犬かよー、マジかよー。犬だな、かぶるね、とことんかぶるね、かぶらせてくるね。犬しかかぶりなかったと思ったんだよね、ここ。犬しかかぶりなくて、くるる1個引いて、あと全部犬っていう感じ。すごいね、このかぶりの率がね。いや、いいよ、この包囲網をかいくぐって、スコール引きたい。スコールセット引きたいね。D と、究極神技引きたい。はい。まあ、推しキャラっていうわけじゃでもないんでね気持ち楽に引いてますけど。さあどうだ、1個。はい、じゃあスコールお願いします。スコールじゃない、これはなかなか厳しいね。あー、クルルの D、 まあクルルの D とシンクロが来たからまあ言っちゃいいんですけど、これは炎落ち両方いけるってやつか。ああ、両方いけるのな。まあまあ、じゃあ地属性魔法、地魔法でも使えるってことか。うーん、なるほどね。はい、まあこれはこれで OK。 さあ次ラストです、引きます。さあスコール、せめてどっちかでもいいからね、欲しいね。どっちかでもいい、どっちかでもいいから。1個、1個しか来なかったか。さあ止まってくれ、止まってくれ、止まらない。また犬だ、もうなんなんすかこれ、これおかしくないすかこれ。かぶるね。はい、ありがとうございました。まあ究極神技も引けたんで、まあいいんですけどね、いいんですけど、とことんなんか犬寄ってくる、まあ喋らなかったけどね、寄ってくるかなとはちょっと内心思ってたんですけど、まあ案の定来たかなっていうね感じですよね。もう全然この辺全然かすりもしないっすもんね、 X ですとか。うーん、まあいいんですけどね。 D 学とかも手に入ったし、新しい究極神技も手に入ったんでいいんですけど、はい、まあとりあえずは第4弾終了までは50個は貯まると思います。はい、まあなので50個貯まり次第ね、またちょっとチャレンジしようかな。まあ1週間ぐらいあんのか、猶予が。まあ25個は貯まるでしょう。はい、まあ100はたまらないと見てます。100たまったらスタンプでシンクロ交換できるんですけど、おそらくそこまではたまらないと思うんですけど、まあギリギリまでね頑張りたいなと思います。はい、まあ、第5弾も控えてますんでね、
最悪第5弾引いてスタンプ1個取ってシンクロね、選べるシンクロでなんかもらおうかなとかも思ってますけど、まあ100個はちょっと厳しいかなとも見てますけどもね。はい、まあそういうことで今後ともまた見に来ていただければなと、そういう風に思っております。はい、じゃあとりあえず今回はここまでにしておきます。ご視聴ありがとうございました。